お花紙シリーズ、今回はポインセチアです。まずお花紙緑2枚です。2枚をツルツルが外になるように折ってください。そしてこれを、3等分、1、2、3ですね。大体でいいですよ。で裏返してこちらも3等分、でこっちが切れてる方ね。で半分に折ったらこっちの切れてる方から、こんな感じに、飛んじゃいましたね。こんな感じに切ります。そして真ん中の部分少しつまんで、よいしょ、そしたらこれ葉っぱ3枚ありますから、ここの真ん中を開いて、こっちも3枚ありますから、よいしょ、でこちらから見てきれいに形を整えましょう。よいしょ、こんな感じですかね。はい、大体できたかな、こんな感じで。ここで出てくるのがコピー用紙、5センチぐらいの丸に切ってください。これに水のりがいいですよね。水のりがしっかりつくし、お花紙に染み込みます。この上に置いてキュッと押さえつけます。はい、じゃあ次は赤ですね。赤も同じようにします。赤のお花紙もツルツルが外側で半分に折ったら、これをだいたい三つ折り、裏返して三つ折り、このツルツルの山の方じゃなくて、この2枚重なってる方ね、こちら側が切る方です。こう半分に折ってから先がとんがるように、軽くホッチキスで留めたら開きましょう。これやっぱりちょっと これをよいしょ、上手に折り過ごしてくださいね。これを、これちょっと切ったんですね。切れるかね。先ほどのお花紙の上にちょうど間間に来るようにありますよ。真ん中に水のりたっぷり。で、間間に来るように。次は真ん中の黄色い部分ですね。指に水のりをつけて作ります。先に咲いとかなくて。これをくる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 って。これで粒の出来上がりですね。先ほどのポインセチアの真ん中にこの黄色を乗せていきます。
はい、これで完成です。こんな感じでたくさん作ると綺麗ですよ。このポインセチアに雪の結晶をこう組み合わせると一層クリスマスらしい雰囲気になりますよね。